はい、というわけで今日は1形式と1形式についてやりたいと思います。ベクトルは点の移動でしたと。で、1形式は何かというと点の移動を数に変えるという機械です。で、線形性を持ったものを1形式と言います。どういうことかというと、 Q から R1 に移動したときに R1 への移動を A1 という数に変えると、で、R2 までの移動を A2 というふうになっていると線形性を持つと、こういう式が成り立つと、そういうものです。で、このωp もベクトルと同じように点に依存します。で、微小量は1形式とみなせるんじゃないかということをやりたいと思います。微小量 DFP は点の移動を数に変える機械でしたと。まあそういうもんやと解釈できますで、 DFP は接平面やったので、このちょっと待てよ、これを GR とすると、このグラフは平面になりますと。一方、定義より線形性やったから、この HR もあの平面になりますと。よってあの DFP は1形式とみなせることがわかりましたと。ただし、あのすべての1形式がこの DFP というある関数の微小量として表せるわけではないと、いうことはまあすぐわかると思います。で、その代わりωp は2つの微小量を使って、2つのというか、あのその空間を定める規定ベクトルみたいな、なんていう、規定の座標みたいなものの微小量を使って表すことができます。なぜかというと、ωp9 から q プラス aex プラス bey とするとこうなりますと。線形定義からこうなりますと。で、ここを a と置いて、これを b と置くと、そっか、書いておいた方がいいな。これがこうなりますと。なので、ωp はこのように書けますと。なんでかというと、 aex プラス by を入れると、これ、この、まあ、これとこれが一緒になるから。で、P は点に依存したから、この A と B も、A と B が点に依存すると。はい。失敗した。はい、というわけで、今回は、1形式の定義と、微小量を1形式とみなせるということと、1形式はこの形に書けるということをやりました。ご視聴ありがとうございました。今回はテンソルをやりたいと思います。テンソルはいくつかのベクトルと1形式を数に変える機械です。テンソルがあって、投入口があって、そこにベクトルとか1形式、これ1形式の記号なんですけど、を入れると数が出てくるような機械です。
で、また条件があって、このような線形性を持つと、すべての投入口に対して、こういう線形性があるものをテンソルと言います。で、1形式を組み合わせてテンソルを作ることができます。どういうふうに作るかというと、オメガ 1× オメガ2をこのように定義します。2つのベクトルを入れて、1つ目をオメガ1に入れて、2つ目をオメガ2に入れると。こういうふうに掛け算を定義すると、オメガ 1× オメガ2はテンソルになります。なんでかっていうと、これを計算すると、まあ、定義からこうなって、で、1形式の線形性から、ここが足し算になって、で、これは分配法則から、実数の分配法則からこうなると。で、こうなると。あ、これはテンソルの定義やったなと。はい。ベクトルとか1形式とかテンソルをやりましたと。これは、もっといろんなことが言えるんですが、差し当たってこれ以上は必要ないので、ここら辺でやめたいと思います。ご視聴ありがとうございました。